今回は生産性高めたいんだったら昼寝そしてコーヒーをセットで合わせましょうということについてお話ししていきます。というのも、まあ、今回の動画で一番言いたいことなんですけど昼寝しましょう学生だろうが社会人だろうがね。で昼寝できなくても目を閉じるだけでもいいです。僕あの別の動画とかでも勉強効率とか生産性高めたいんだったら日頃からあの勉強した直後に目を閉じるとか外部からの情報をシャットアウトすること重要なんですよってお話しさせてもらってるんですけど。というのも 僕たち皆さん勉強した後何してますああ勉強終わったよっしゃスマホ見るぞ SNS 見るぞっていうふうになってませんゲームするぞっていうふうになってませんただ僕たちってあのす夜ぐっすり寝てる時とかに脳内の情報を整理したりとかこの情報は長期局の棚に移動しますねっていうふうに情報を整理してくれているわけなんですよね。で僕たちが勉強した直後にまあ人間ってたくさんの情報を一度に処理できないからその 学習,上学習モードとそして情報整理モードの2つの情報を分けてるわけなんですよ。で目覚めてる状態、目開いてる状態は情報取得モードなわけなんですけどある程度勉強したらその後脳を休ませてあれ外部からの情報がシャットアウトされたぞだったらさっきまで勉強してた内容を整理しますねっていう風に脳に認識させなきゃいけないわけなんですよ。で特に人間って 情報取得の87%ぐらいが視覚目から残りがあの聴覚とか嗅覚とか触覚とかから得ているわけなんですよね要するにあの視覚から目からほとんど情報を収集しているわけなんですよっていう風になったら僕たちは目を閉じるだけでもそのだいぶ脳を休ませることができるわけなんですよねで脳の中枢神経の12種類の中の3種類か4種類ぐらいは3種類だったかな三叉神経とかいろいろあるんですけどそれは目と脳が直接つながってるわけなんですよねだから目っていうのは そのなんか脳にたくさんの情報を伝達する非常に重要な器官なわけなんですよ。その目をあなたはちゃんと休ませていますかって話なんですよね。で、あの昼寝しましょうなんですけど、昼寝できない場合、目閉じて閉じるだけでもだいぶ脳が休まります。で、15分昼寝するだけでも夜3時間寝るのと同じくらい。 気力体力体集中力が回復するっていう風に言われていたりとかナイキとかアディダスとかアップルとか名だたる大企業とかも昼寝ガンガンやっていきましょうねっていう風に推奨していたり昼寝の仮眠室をとっていたりとかまあなんか偏差値の高い進学校とかもあのまあ先生も生徒も5 15分ぐらいの仮眠の時間を用意していたりとかじゃないと午後一の授業とか眠たくなっちゃうじゃないですか。特に午後一のカレーとかまあカレーカレーね昼食べると午後の生産性ゼロになっちゃうんで気をつけた方がいいんですけど。 血糖値が急上昇するし辛いもの食べるし特にもうカツカレーとかね揚げ物とか日頃から食べてたら日中眠気が増して夜ぐっすり眠れなくなったりとかするんですけど、まあ、だからあの、まあ、夜にカツカレー食うならともかく昼にカツカレー食ってる人とはあんまり仕事しないようにしたら方がいいよって話なんですけどそんな話はさておきその、まあ、優秀な企業とか学校とかって昼寝の重要性を理解し,してるし実践してるし。 そして厚生労働省とかも昼寝した方がいいよって推奨し始めてるわけなんですよね。やっと気づいたかって感じなんですけど、まあ、賢い人ほど昼寝する傾向にあるわけなんですよね。まあ、それこそアインシュタインさんとかもすごい昼寝好きだったって言いとか有名ですけどで人間ってもともと2層睡眠って言って2層ってオゾン層とかのそうですねあの夜1回寝るだけじゃなくて夜と,夜と昼1回寝,寝るっていう2回寝るのが当たり前のようにデザインされた生き物なんですよね。実は現代人って 長時間寝寝るるののっってて怠怠惰だだよよねねとか、昼寝するのって怠け者だよねみたいな,風な印象ありません僕はそういうような環境で育ってきたからなんか寝るのって悪いことなのかなっていう風に思ってたんですけど睡眠について勉強していくと寝た方がいいじゃんっていう風に気づけるようになったわけなんですけど寝ることで生産性が上がる脳がすっきりするだけじゃなくてその体の,その血糖値の上昇を抑えてくれたりとかあの血液をサラサラにしてくれたりとかアンチエイジング効果だったりとか。 あの普通の夜の睡眠とかでも成長ホルモンが出て肌がきれいになるみたいな話とか聞いたことあるじゃないですかあの夜更かしは美容の大敵だみたいな言葉とかありますけどとかその代謝機能が改善して痩せやすい体が手に入ったりとか寝る子は育つみたいなふうに言うけどそのなんか寝る子はそのダイエット効果もあるわけなんですよ寝るだけダイエットなんて実はあるわけなんですよね僕たちの体に備わってるわけなんですよね。 とか、まあ、やっぱ寝ることによってメンタルが安定したりとか自分の感情を整理する能力が高まったりとかして人間関係も良好にななるわけなんですよねだったら寝ない理由ないよねって感じなんですけどじゃあとはいえ昼寝やったことあるけどそのなんか昼寝から起きた直後って頭がぼーっとするから あの,あの感覚嫌だからあんまり昼寝しないんだよねっていう方々いらっしゃるかもしれないけどそういう時のためにその昼寝の効果とそして午後フルスロットルで働けるように勉強できるように何したらいいのかっていうのが「昼寝プラスあのコーヒーな、ね」ーヒーな,んなんですよね。であの何したらいいのかっていうと昼寝直前にコーヒーヒ飲みましょうって話なんですよねこあのカップ1杯ぐらいの,あのコーヒーなんですけどコーヒー飲んだら目覚めるじゃんって話なんですけど。 目覚めていいんですよコーヒー飲んだらそのカフェインが脳に到達するまで消化されて脳に到達するまでに大体15分から20分ぐらい時間がかかるんですよね。で昼寝って15分ぐらい寝ることによって最低限の効果を発揮してくれるわけなんですよ。まあ1分目を閉じるだけでも6分目を閉じるだけでも脳を回復させることはできるわけなんですけど特に15分ぐらい目を閉じることによって。 あの脳内の疲労を大幅に軽減すするることがでできるわけなんですよね午前中の仕事の疲れっていうのはリセットさせることができるわけなんですけどだから15分目を閉じてグーグー寝てそして15分後ぐらいにカフェインが効き始めたら目がパチッと冴えてあのいきなり全開で午後の仕事がはかどるよって話,話なんですよね。これ何でかっていうと人間って眠気を感じるのには脳内のアデ,ノアデノシンっていう物質が関わってるわけなんですよね。 ああの脳内にアデノシン受容体っていうのがあって受け皿みたいなのがあってそこにアデノシンってやつがあのカチッっていう風にたくさんはまっていくことによってカチ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 っていう風にはまっていくことによって僕たちの脳は眠気を感じるんですよね。で昼寝を取ることとか夜睡眠をるることとにによっっててアアデデノノシシンひついい気を覚ますことができるわけなんですけどカフェインはなぜかこのアデノシンと形がそっくりなんですよね。で、あの カフェインはアデノシン受容体にカチッってはまることによってアデノシンがアデノシン受容体にはまるのを阻止するわけなんですよイストリーゲームみたいなもんなんですよお前の席もうねえからみたいなふうになるわけなんですよねでアデノシンが「上カフェイン君が僕の席を占領しててアデノシン受容体にくっつけないよー」っていうふうになることによって僕たちはカフェインによって眠気を感じなくなるわけなんですよねで昼寝をしてアデノシンすでに張り付いているアデノシンをベリベリ剥がしてそこの席にカフェインを大量にくっつけることによって たださえ溜まっている眠気を促す物質は外れてそしてカフェインが今後やってくるアデノシンをブロックすることによって僕たちは午前中の疲れっていうのをあのすっきり改善させてそして午後の仕事にあの午後の仕事をしている時も眠気を感じずに済むことがあるわけなんですよねだからこそ昼寝とコーヒーの使い方をあ昼寝とコーヒーを合わせることによって午後の生産性を今までの倍ぐらいに使えて、まあ、要するに1日を2回使えるようなものですよね日日を2日にできるぐらいの ういつもぼーっとしてたなというふうな悩みがある方々はぜひ昼寝」と「コーヒー」を合わせてみてください。でだからだからこそ昼なんかやることねえなというふうに適当にそしャげやったりとかツイッター見てたりとか X 見てたりとか YouTube 見てる時間なんてねえん、ね、すよ。それよりも早く目を閉じて机にバーンっていうふうに突っ伏してグーグー寝てくださいということをお伝えしたかったです。